じゃねえ。ジェネトークをお聞きの皆さん、ごきげんよう。俺です。ジェネレーションズの中塚です。今週は塚トークということで、リスナーの皆さんに小粋でワンダフォーな時間をお届けしたいと思います。そして今日のアシスタントボーイはこいつらだ。服部聖斗です。コレンです。おいアシスタントつけないでよ。いやもう一人でやればいいんじゃない、うん、いやいやちょっとやっぱ私も保守的なもん。自分を守らないといけない、ね、うん、だメインパーソナリティ中塚裕太ってことでね。はい、メインパーソナリティとして今日はやらせていただきたいなと、うん、大丈夫かな思いましてね。はいはい、まあね、もう6月です。お、来月にはバトルオブ東京が始まりますよ。そうね、バトルオブ東京とはね、何日から何日ですか。7月4、5、6、7やってます。バトルオブ東京はね、ジェネレーションズから下のエグザルトライブグループでやる新しい企画なんですけど、すごいよね、まあ、ジェネレーションズ、はい、ランページ、はい、ファンタスティックス、はい、バリスティックボーイズ、はい、でやる。え、そんだけしかいないんですか。いや、いますよ、他にも。あ、もっといるんですか。あ、いますいます、はい、キングギドラーズとかいますし結構います。なるほど、結構いるんで。いるですよ、再生、まあ、言い出すときりないんで、うん、うん、まあね、その4グループが今回バトルということで。なるほど、バトル、バトルします。マジですか。バトルします。何やるんですか。殴り合い。リアルファイト。リアルファイト。リアルファイト。殴り合いします。マジですか。幕張メッセで。それ4日間殴り合いします。で、4日目の最終日を迎えた暁には、はい、4チームのメンバー編成が行われてるってことですよね。そういうことです。だからもしそこで脱落、ね、リアルファイトで脱落したものはね、そういうルールなの。継続不可能です。継続不可能です。で、最後にもうリングに立ってたやつが勝者っていうことになるんで。すごいね。まあっていうのはね、置いといて。置いとくんだろ。置かないでよ、嘘でしょ。嘘でーす。うーん、はいはい、ね、はいはい、ちゃんとね、うん、歌とかコラボして、うん、やるわけが歌をコラボするんです。みんなで一緒に作っていくでしょ。我々はパフォーマンスはじゃあ何だと思ったの。踊りで、踊りでね、コラボします。歌と踊りの踊りで、うん、コラボをするんですけどね、幕張メッセで4日間にわたって、うん、まだ喋ったことない子とかいるんで、やっぱ後輩でも、まあ本当心配ですね。それはしかもさ、嫌いな子もいるじゃん、ゆうたくん。ほとんど嫌い、僕もほぼ嫌いっすね。おはようございますって言われたらはぁって思います。やめてよ。ちょっとやめてよ。仲いいでしょ、みんな。いや、仲いいっすよ。そうでしょ。仲はまあまあいいっちゃいいっすね、意外と。いや、普通に仲いいです。でもファンタスティックスとか一緒にツアー回ってましたし、バラードツアー、うん、あとはまあバリスティックは僕教え子がいるんで、うんうん、2人全然仲いいんで、すごいライブもこう今までのトライブの感じを受け継ぎつつ、フレッシュな感じの新しいライブになるんじゃないかなと思いますね、うん、それは言えてる、うん、もう準備始まってるんですか。始まってます。始まってます。もうセットリスト話し合いして、あ、みんなで。いや、すごいですよ。やばいと思いますよ。フレッシュなライブになります。なんかみんな携帯見てるんですけど、どうしたんですか。いや、これやっぱ塚トークで僕が喋っとけば成立するんで、これは。あ、なんか、まあ、彼らはアシスタントボーイ、アシスタント携帯でライブ。いやいや、そういうもんなんですよ、これは。なんかこのスタジオの中。いや、彼らはアシスタントなんで。え、ちょっと待って、一人、え、どうなってんのここ。いや、そういうもんなんですよ、やっぱ塚トーク。俺がいなくなっちゃうかもしれない。そうね。あ、そう、あ、そうね。最終的にみんなフェードアウトしていくっていう、うん、そうね、うん、じゃあちょっと一曲いこう。いっちゃいますか。それではここで1曲聴いてください。ジェネレーションズ VS ランページでフートイットアウト。ジェネレーションジェネレーションジェネレーションジェネイトークジェネレーションズの中塚裕太がお送りしているマットーク。すいません、ジェネレーションズの中塚裕太がお送りしているツカトーク。ここからはリスナーのみんなから届いたメッセージ、普通のお便りを紹介していくよ。アシスタントボーイ、コモちゃん、よろしく。はいよー。ラジオネームさくらさん、今年高校の修学旅行で東京に行きます。その時に自由時間があって中目黒に行こうと思ってます。おすすめの場所があったら教えてください。中目のおすすめね。そうそう、これいけるでしょ、みんな。あ、やっぱスターバックスじゃない。アメージングだろう。もうそこはアメージング。世界で3つ目のロースタリー工場ですから。うん、中目黒、あそこからほとんど日本のスターバックスに豆が送られていっても過言ではない。
高校生で飲めないけどお酒も提供してます。上に行けば紅茶も売っててで今となれば新しいこう最先端の予約システム QR コードでの予約システムもあるから、あれ結構いいと思うよ、時間潰しながらも。ちょっとアシスタントもあれかな、うん、話しすぎかな。ああ、そうだね。あんま魅力を伝えすぎた。伝えすぎたかな、ちょっと。まあ、メインどう？メインはやっぱ、アメージングコーヒーじゃないですかね。あと僕、おすすめのステーキ屋さんがあるんですよ。え？中目黒駅から LDH の方に歩いてって、クリーニング屋さんがあるんですよ、左側に。そんなとこにステーキ屋さんあったんだっけ？の、ああ、そこ？横に。あ、そこ？そう、横にちょっと入っていくとこがあるんですけど、ゆうゆうじゃん。そこの。ゆうゆうかな？え？そこのステーキ屋さんが美味しいんですよ。へー、行ったことない。店長の気まぐれでたまに閉まってたりするんですよ。肉はめっちゃうまいんでそこ行ってほしいですね、ステーキ屋さん。そこに行ったらリュウタいるかもしれない。僕とリュウト君がいるかもしれないです。いつもリュウト君に誘われるんですよ。あ、本当？ステーキいかんって。へー、そこリュウト君に教えてもらったんですけど、そこ美味しいんでちょっとぜひ行ってほしいですね。まああとは、まあ、極力事務所の周りには固まらないでくださいということですね。業務連絡します。すいません。極力事務所の周りにはアシスタントがおにぎりを片手に召されたおい、なんだよこの収録、すげえカオスじゃねえかよ。すげえな、いいね、最高だね。だからそうね、事務所の前にはなるべく固まらないでいただきたいけど、でもまあいっぱいあるから、24からっつから、 LDH のトライブステーション、セブンもあります。蕎麦屋もあれば、カレーもあります。はい、居酒屋さんもあります。あと、スターバックスもあるんで。うん、皆さんぜひ、ね。いっぱいあります。そして続きまして、じゃあ読ませてもらいますよ。アジさんともよろしく。ラジオネーム、最後のゆとり世代。飲み会とかでみんなと同じだけお金を払ってるのに、エロい人たち、エロい人たちにお酒ついで回らないといけなくて、ご飯食べれない現象に名前をつけてください。エロいじゃないでしょ。偉い人。エロい、なんか女の子になんか酒ついでるな。でもさ、飲み会、これさ、悪いよ。先輩が悪くない？飲み会でみんなと同じだけお金払ってんのに、うん、偉い人たちにお酒ついで回らせるってるわけじゃ、うん、そこは払えよって話じゃない。偉い人たちが金を、うん、上の人が払わんのこれ。いや、それ割り勘ってことでしょ。だからやばくない？そういうこと？そうじゃないですか。だってほら、お金みんなと同じお金払ってるのに、だから割り勘の状態で気使えだから、これは、うん、やば、うん、これは悪しき先輩の風習だね。名前をつけるとすればなんだろう。アホ先輩。あんまじゃないか。もうちょっとひねってよ。百鬼夜行だね、もうこれはもう。もはや。もう妖怪たちだらけ。あ、そういうことか。だから君は狐に騙されてる状態でいると。妖怪だらけ。妖怪に騙されてるわ、それは。もう妖怪大戦争ということで、じゃあ、これはもう。じゃあ、これはまだ、こう、ね、会社の上司とか先輩にご飯を誘っていただいた状態であるならば、うん、まだこういいと思うんですけども、みんなでこうね、割り勘でご飯に行こうよっていう、ただの食事会でその先輩感を出すというのは、あまり私はよろしい現象じゃないかなと。それやったらお金払ってくださいよってなりますね。そうね、うん、これは良くないかな、先輩が、うん、これは完全に百鬼夜行に見舞われてると思う。俺は百鬼夜行ということで、その現象の名前は何？百鬼夜行、何妖怪のこう行列のこと百鬼夜行。百鬼夜行、そうなの？だから百鬼夜行に飲まれてる。飲まれてる。だから最後のご飯も食べない世代。ラジオネームリンさん。リン、好きと気になるの違いって何ですか？好き、うん、好きはもうこの人と交わりたいっていう、うん、あ、そっちだ。え、嘘？いきなり？気になるは別にそういうのじゃないけど、なんか気になるな。あ、俺逆だわ。嘘。好きはもうこの人と一緒にいたいだけど、気になるは交わりたいだ。え、なるほどな。ほんまに好きになったらやっぱこう、そこじゃないじゃん。そこにならんもんな。うん、アシスタントボーイがいいこと言いましたね。そうね。え、愛って何だと思います？愛はもうこいつのためやったら死ねるっていう。ああ、なるほどね。あの、私はぬらりぬらりうなぎのように奇弁をもてあそぶものなんですけども愛とは、うん、合理的に考えられない感情のことを愛と呼ぶんだと思うんですよ、僕は、うんうん、じゃあ、あなたは今女性です、うん、中塚裕太さん今女性です、はい、あなたは愛してない人と結婚するのと、うん、愛してる人と結婚するのどっちが幸せだと思います？愛してない人と結婚した方が幸せなんです、これは。なぜかというと、本当？愛してない人と
結婚生活というのは人生長いですから、うん、間違った判断を下さない方がいいんですよ、うん、でも好きっていう気持ちがあると合理的に物事を考えられないから間違った選択を起こすことが多いんだ。で、あと初めから好きでもないからこの人に対しての期待もなければ浮気された時に対しての嫉妬心もない。ただ自分が生きていくということに関して考えると、うん、好きじゃない人と結婚した方が合理的なの。でも合理的に物事を判断できないのが否である。本当にじゃあ愛してる人と結婚できるの？俺はするよ。本当？俺はする。嘘だよ。俺はするよ。もう言ってるやつが一番めちゃめちゃ好きだし。俺はするよ。めちゃめちゃ好きって言うやつがいるんですよね。絶対そうだ。こういうタイプが一番。いやもう絶対そうだよ。まあでもそうだと思うから、うんうん、だからやっぱ好きと気になるはそういうもんだと思う。違いとしてはね、うんうん、どう、うん、じゃあこれ行こう。私に読ませるんですか？これふざけてるんですか？ちょうだいちょうだいちょうだい、アシスタントボーイにちょうだいよ。ラジオネームコモさん、皆さんは嫌いな人から LINE が来た場合どうしますか？さらにその LINE の内容が触れられたくない内容だったらなおさらどうしますか？どう？まあでもさ、嫌いな人から LINE 来たら俺ね余裕で消す。え、うん、俺しかもブロックはしない。なんかもし何かあったら嫌だから、うん、嫌いな人が来た時は既読にせず未読のままもうトークランから消しちゃう。それやったらな、だって、あ、すみません、届いてなかったですって言えますから、ね、そうなんだよね。それ、既読になんないの？なんないっす。あ、なんない？一回やってみます？送りますよ、じゃあ。それ、送ればいい。届いてなかった、僕が送りますね。送るんで消してみてください。うん。これだって、あ、すみません、友達から消えてましたとか使えると思いますよ。お、するじゃないですか。どう？僕の方は多分ね、これ既読に なってないんですよ、ほら。あ、本当だ。そうなのよ。俺、これしちゃう。うん、でもさ逆にさ送った人がさ既読にならなくて、あ、消されてんのかなって思ったらやだよね。ちょっと今の知ってね。まあでも察してほしい。そこは察してくれ。何その察してほしいってよく言うじゃん最近みんな。何よ察してほしい。言わすなってこと、こっちに。怖。空気読めよって。そう、怖。やめて。だから嫌いじゃないけどってやつ、生理的に無理って。うわ怖いわ。一番気につかない。でもしょうがなくない、嫌いなんだもんだって。人間ですからね我々も。ロボットじゃないですから。じゃあそういうこと？それやってみたらいいんじゃないですか。やってみてくださいそれ。それすいません、おすすめしちゃう。気づいてなかったです、ごめんなさい。これさ、でもさ19歳までなのよ年齢が。だから高校生の可能性が非常に多いわけ、うん、これ僕らはもう社会人になってこう距離感のある人だからできるけど、これ、うん、学校の友達は不可能かも。いや無理やな、ちょっと近しい人は厳しい。うわ、この方法使えないわ、うん、だって毎日会うんだもん、うん、じゃあ既読にした方がいいってこと？とりあえず読んで置いとく、で会った時に言う、ごめんねって。これ難しいわ。難しいな、分からへんわ。うん、だってしかも触れられたくない内容が普通に送られてきて毎日学校で会うとするならば、これをもし鹿とすれば明日突っ込まれるわけじゃん学校で、うん、とか考えると、うん、むずいなこれは。小野口さんはどうします？一応返事すんじゃない？まあ返事はするか、一言。まあそうだね、一言返事は、まあ今度話すよとか、うん、ああそれね、うん、まあ今度話すよ。あ、ちょっと濁す感じですか、うん、わかんない。やっぱ学生の時に俺これがなかったから、うん、LINE とかがやっぱメールとかだったし、うーん、そっか、これは難しい内容だわ。コモさん、うん、すいません。そうね、うん、ちょっと慎重にやった方がいいかもしれない。そう、 LINE やめちゃうしかないね。これはもう一旦ショートメール、一旦ショートメールメールにもう一回戻るっていう。ショートメールか、うん、にした方がいいと思うこれは、はい、でも人最近ショートメールも配信済みってなるんだよね。そうなんだよね、読んだらっすよね。そうで、何分に届いたとか分かんない。あれって既読ってことなんですか、配信済みは。あ、配信済みは送っただけだけど、既読、あれだよ、 iPhone 既読設定になってると既読になるんだよ相手のところに。オフにしといた方がいいよそれ。すげえ、知らんかったわ。なんか色々最近色々こう気を使わないといけないから面倒くさいね。 それでいたずらメールとか超送ってきたりするらしい。だから山間で当たったのに既読になってるから、あ、これじゃあ人が使ってるメールでさつってバーッと、ね、あーなるほどな。あー怖い、やばいよね。怖いわそれは。俺だってこの間すげえメール来たもん。え？公衆便所にその僕のメールアドレスがコピペされてて、え？書かれてますよっていう文章が来たの。怖っ。え？これ消しときますかっていうメールが来たんだけど、うん、別にもう書かれててもいいやって。あ、いいのかよ、うん、いやだって絶対嘘だからさ、多分ね、分かんない。でももしこれでワンチャン書かれててもしょうがないや、今害ないから自分にと思って、まあね、うん、だけどそういうのも来る時代だから、本当 SNS とか連絡先だからもう個人情報あってないようなもんですよね、もう、うん、なるほどね。ラジオネームさやさん、
ユーピのことが好きで困ってます。昨年の8月のファイナルに行ってからジェネのライブに行けなくて本当に会いたいです、うん、どうしたらいいでしょうか。来てくださいよ、ツアー。いや会いたいんだよ。ツアーとかじゃない、会いたい、会いたい、うん。あ、ほんならじゃあ今から住所言うから家の住所どう、なんだったっけ、東京、目黒区やんか、目黒区、までとりあえず来てもらってまず、じゃあ P 入れとくやつ、はい、か、もう一回こうメールでさや、うん、さんの住所送ってもらえれば行きますよっていう。あ、逆もあり、行きますよっていう、どっちか選んでくださいっていうえ、そんな距離感近いアーティストの。あ、全然近いです、近いです。会いたいって言われたら会いに行きます。ドーマーティストになっても近い存在でいないとダメ。そうですね、ドーマーティストですよね、皆さん。あ、まあ一応そうですよ。そうですよね、はい、一応ね、一応ですけど、一応やらせてもらってます。そうですよね、一応です。え、本当ですか。結構ハードル高いと思いますよ。いやいや、全然言ってもらえれば行きますよ。いいね、いいね、そうですか。いいですね、今日はいいですね、スタジオの中。今日はね、今日なかなか。ラジオネームピンクフラワーさん私は現在二十歳なのですが、両親との会話があまりなくて少し寂しく感じています、うん、私から話しかければ良いのですが、あまり話しかけられるタイプではなく、前までは少しは家族と喋っていたのですが、最近は少ししか会話をしていません。私の性格が暗くなってしまったのではないかと思っています。皆さん二十歳ぐらいの時どんなお話を家族としていましたか。いや、もう上京してたんで分かんないですね。でも普通に喋れますよ。上京してた時に大阪帰ったら全然二人でペラペラ喋りますよ、おかんと。俺でも何の話してたの、二十歳に。うん、何の話してたかは全く分かんないです。でも二十歳の時ってちょっと両親と言うと恥ずかしいっていうのない？うん、あったかな。俺だからバットとかで殴ってたな。あ、マジで。俺チェーンソーで腕とかもいいって言ってたね。そうやね。うん、嘘やめてよ。あ、そう、嘘でしょ。嘘でしょ、そういうのやめてよ。まあでもなんだろうな。でもね、俺最近思うんだけど、実家暮らしの人多いなって思う。多いわ。同世代で。あ、本当。多い。うん、意外と。だからもしかしたらこれ一人暮らししたら変わるかもしれない。そう思う、そう思う、そう思う。なんか久々に会った時に話弾むんじゃないですか、うん、だってやっぱ毎日いればそれは話さないよ。うん、いや、しょうがない、これは。だから一人暮らしとかしてみて、環境が変わった時に母親とか父親とまた話し出すっていうのは一つの策だと思うけどね、うん、俺は。なので一人暮らししてみたいんだよねって話してみたいんじゃないですか。そうね、飯食ってる時とかに、うん、ちょっと昔は喋ってたんだけどって。いや、だからやっぱ恥ずかしくなってきてんじゃないですか、うん、っていうのと、やっぱ喋んなくなるんだよ。年を重ねるごとにどんどんその親子の関係値っていうのは変わってってると思うんで、多分その去年よりかは今年の方が、多分このピンクフラワーさんも大人になってるし、うん、お父さんとお母さんも大人になってるから、違う関係値が出てきて、そういう、ね、言葉の数が少なくなってきたっていうのだと思うんで、きっかけの問題だと思うな、うん、これは。うん、きっかけが一つあれば変わりますから、うん、きっかけ一つあれば変わりますから。あ、でもきっかけが一つあれば絶対変わります。でもきっかけが一つあれば絶対変わります、うん、本当に。まあ、僕思うんですけど、絶対きっかけがあれば変わるんですよそう、そういうことなんだよねでも本当ピンクグラスは僕ね、本当思うんですけど、きっかけが一つあれば絶対変わるんですよ、うん、こういうの絶対変わる、うん、まあでも結果、まあ、そういうきっかけがあれば変わります、うん、もういらねえよ、そのいらねえ曲いきましょう。曲ですか。アップルミュージックできっかけって入れてください。きっかけって入れてください。電波悪い。あ、出てきたわ。いいですか。うん。乃木坂46できっかけ。ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク。本日はここまでとなります。皆さん楽しんでいただけましたか。さて、この番組では皆さんからのメッセージを大募集しています。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードして送ってください。疑問、質問、何でも OK です。ということで、ここまでのお相手はジェネレーションでした。